炭治郎、大変じゃ。柱のみんなの修行をしてあげていたら、こんな感じになってしまったわい。いや、めっちゃボコられてる。鱗滝さん、それは一体どういうことですか？なぜ鱗滝さんが柱の皆さんにやられているんですか？何があったのか訳を説明してください。わしは元柱じゃからな、柱のみんなの先輩となるわけだ。わしの時代の柱はもっときつい修行をしていたし、実力もめちゃくちゃ強かったぞ。今の柱は全員まとめて雑魚の集まりじゃ。修行をしても意味がないから帰れと言ったらボコボコにされてしまったわい。いや、だるい OB かよ。なんでそんな部活にたまに来るだるい OB みたいなことを言うんですか。そりゃ柱の皆さんにもうざがられますよ。柱の皆さんにちゃんと謝った方がいいと思いますよ。はあ、わしが謝る？笑わせんなよ、このガキンチョが。わしは元柱だぞ。謝るのはむしろ向こうじゃろう。炭治郎、とにかく柱のガキども全員呼んできて、わしに謝らせるのじゃ。いや、この頑固親父が。くそー、なぜ元柱であるこのわしがこんな目に遭わなければならないのじゃ。みんな、鱗滝さん頑張れとコメントをしてくれ。ではまた次回の動画で会おう。さらばじゃ。